どうも皆さんこんばんは。私たちはエイミーと申します。はい、今日はね、本当は演奏始まってちょっと喋りながらライブやろうかなと思ったんですけど、今日はちょっとユンタクパブっていうね、場所なだけにちょっとみんなとユンタクしながらライブをしたいと思います。でその前にですね、皆さんお飲み物を揃ったでしょうか。ね、エビこんなことやったことないんですけどなんかみんな飲み物揃ったらやろうかってことだったから、結局ね、せっかくだから皆さんと一緒に乾杯して始めたいと思います。今日は最後まで楽しんでいってください。皆さんでいきましょう。乾杯。
私たちはですね、エイミーと言います。私がエイミーの A 担当、あやです。よろしくお願いします。はい、エイミーの M
はないですよ。皆さん、担当の、ウクレレ弾いてます、ミツです。よろしくお願いします。はい、レインの Y 担当のベース弾いてます、ゆうきです。よろしくお願いします。じゃあエイミーのWe担当です。よろしくお願いします。ありがとう。はい、エイミーです。エイミーはですね、本当に仲良しでですね、音楽がもちろん皆さんのね、心の中にそのいろんな音楽の意味があると思うんですけど、私の中の音楽の意味がすごくここにあって、みんなが一緒にいるから楽しく歌わせてもらってます。今日はね、CD を持ってきてますが、エミはオリジナルソングを交えながらどんどん今新しい曲も日々できていってます。なのでね、今日は良かったなって思ったらまた CD か買ってもいいし、またライブに来てもいいし、はい、YouTube でね動画とかもありますので、ぜひご覧になってください。それじゃ あなんか質問あったら言ってくださいね。今日ゆったくうまめだから、今日、さっきリクエストいただいたのでMC のリクエストしかすいませんね。それぞれが活動して福岡にそれ行ってたんですけど、それでそれから戻ってきて沖縄でまた音楽活動やり始めた時に、やっぱりこの曲いいなっていう曲をね、沖縄だなっていう曲をね、一曲歌わせてもらいたいと思います。よかったら一緒に歌ってくださいね。皆さんの知ってる有名な曲です。ただそうそう
私の大好きな犬のために書いてくれた曲です。エアル、エアル。そうそう。あとエアル。そうそう。地元でも有名なんですよ。エアルっていう。エアルっていうのはね、ギリシャ語で、つけた名前で、春っていう意味なんですよ。3月にうちに来たので、スプリングの意味を込めて、その来た時はね、それでエアルっていう名前をつけました。で、この曲はちょっともじってタイトルもつけてくれました。聴いてください。エアル。
これを、なんか、米さん。そう、これを一つ一つ食べていって、で、それをなんか順位つけていって、30品種の中から1位を選ぶっていうものをやらせていただいてまして、それを一つ一つ食べていって、で、それをなんか順位つけていって、30品種の中から1位を選ぶっていうものをやらせていただいてまして、それを一つ一つ食べていって、で、それをなんか順位つけていって、30品種の中から1位を選ぶっていうものをやらせていただいてまして、これが、もう、2006年から、その、コンテストに出していて、もう今までずっと賞を取ってるお米なんですよ。で、これはあの、天皇、天皇献上米にも選ばれてまして、で、これが34年前ぐらいから市場にも出てね、
通販でも取り寄せできるんですよ。なんと5キロ約5000円、ね、だからね、5000円切るぐらいというこの高さがすごいでしょ。これ甘みがあるのですごくおすすめなので、なんか気になるんですか、気になった方や、なんかね、お世話とか、お世話にすごいいいと思います。なんて名前ですか？雪ホタカです。ホタカはカタカナだったかな。はい、これ今海外でも進出してるので、すごい喜びです。沖縄は醤油の里にすごいおすすめですね。ナイス金城さんでした。ごめんみんなそれぞれ好きな食べ物がありましてです、皆さん笑って大丈夫ですよ。なんか笑っちゃいけないのかなみたいな感じになると思いますが、笑っても大丈夫です。ゆきさん優しいので、はい、そういう意味じゃないか。はい、エミはお米が大好きな人と、最近梅干し食べないね。でもみんな、あ、そうだよ、梅干し殺菌作用もあるから、皆さん梅干し食べてくださいね。胃腸が悪くなったら梅干しお湯入れてから、梅湯潰してからこう飲むとすごく胃腸の調子が良くなるので、皆さん試してみてください。ちょうど夏バテ防止にもいいですよ。食欲不振とかね、そういう時にもいいので。はい、ごめん、ここみんな体の健康考えない人だそうでしょ、ちょっと若者、今からだからね。後から、あの時ってなるけど、あ、でもその若い時の失敗も大事。それでは、何かね、それでは、次の曲に行きづらい感じだけど、聞きます。次は、ちょっとまたしっとりとした曲をね、お送りしたいと思います。また沖縄ソングです。わらびんたん。
スっていうグループで名前を言ってたんですけど、最近なんかね、いた方がいいかもうね、ポップス、なんかキラキラポップスの勝手になんか名前をつけています。音楽自由でいいかなと思って、はい。なので次はミンツがウクレレからギターに変わってお送りします。これもオリジナルソングです。次の曲が激しくなるので今のちょっと待ってくださいね。
イドルです。昔というか、ちょっと前の間で、私たちが幼い頃のアイドル、家族も大好きなやつがありました。それみたいなではなく、ちょっとそれを見るときに、なんかその、まあ、地球の声というか、そんなオリジナルサイドになります。これはね、気合が入るんですよ。皆さん、ちょっと息止めてるんじゃないかなみたいな。お話したいと思います。皆さん、赤いです。
では最後の曲をねお送りしたいと思います。今日は皆さん聴いてくれてありがとうございました。また日曜まで呼んでくださいね。それではお送りします。カンパス。
そんな感じも今日そんな感じお送りしたいと思います。映画の曲です。でも本当に皆さんありがとうございました。ラストお送りしたいと思います。それぞれのソロのご注目ください。そうだったらしゃがむから。はい、それでは発表します。 Why me to the moon。